こんにちは、リガメマイミンです。前回の動画でアーケロンのガチャガチャをやったら、こちらのアイボリーの方だけ残念ながら不良品で、はい、こちらの右前足のパーツが付けられない状態だったんで、今回はこちらのアイボリーを修理していきます。はい、では始めます。前足を差し込む突起がないので、こちらのパーツを補填していきます。今回使うのはタミヤの丸棒 3mm です。はい、甲羅のここに穴を開けて左右対称になるように丸棒を刺していきます。まずはピンバイスでくるくるくるっとちっちゃい穴を開けます。これを足がかりにして穴を開けていきます。リューターで細めの小さい穴を開けます。いきなり吹くので穴開けすると失敗するかもなので、まずは小さいドリルで開けます。この穴かな。ドリルの先端が隠れるくらいまで仮の穴を開けておきます。ではここでヘッドを交換します。タミヤの丸棒と同じ 3mm の太いヘッドに交換して穴開けします。はい、こんな感じで開けてみました。穴が開いたので丸棒を入れてテストしてみます。おう、綺麗に入りました。成功です。でもまだまだ終わらないんですよね。次に前足のパーツの穴が少し四角いので、丸棒が入るように前足の穴を丸く削っていきます。元の細いヘッドに交換して削ります。はい、チュリーン。はい、丸棒を入れてみます。成功しました。わーい、できました。ではパーツに必要な丸棒の長さを測ります。刺して抜いてみると、前足部分は 5mm ですね。で、次に甲羅の方を測ります。こっちにも刺して測ります。甲羅側は 3mm でした。というわけで棒の長さは 8mm 必要です。ガンダムマーカーで印をつけて切ります。コロコロコロ、パキッ。はい、これでパーツができました。では接着剤で貼り付けていきます。これはダイソーで買ったやつです。はい、甲羅に固定してしばらく待ちます。お、いい感じにつきましたね。なかったパーツが補填完了しました。イエーイ。はい、では前足を差し込んでみましょう。お、いい感じですね。はい、ではアーケロン組み立てていきます。ささささっと組み立てて、首のところはちょっと入りにくいのでピンバイスで入れるといいですね。はい、完成です。イエーイ、できました。アイボリー完成しました。アイボリー直してみたんですけど、ストックとあと色塗ったりしてちょっと改造してみたいので、できればこのガチャガチャもう一個欲しいですね。ご視聴ありがとうございました。では何になるか分かりませんが、また次回の動画でお会いしましょう。それではまたまた。